指ハラスメント、いわゆる、まあ、指原さんもですね、自分の後輩 HKT48、福岡のね、そのアイドルグループになって、そこでいっぱい後輩にですね、キスしたりとか、まあ、胸を揉んだりとかっていうようなところで、まあ、実際映像が、動画も含めてたくさん出てますんで、これに対して、もちろん僕はもう、サシ子は悪くないと、サッシーは悪くないと、こういう立場でお話しますけども、やる相手の女の子は未成年なのに、まあ、特に13歳とかの女の子に無理やり同意もなく、女の子嫌がってるじゃないかみたいなのもあるんですが、まあそれぐらいはね、もう法律とか関係なく、指原さんのしたことなので許してあげてほしいなと私は思ってます。はい、指原莉乃さん31歳、もうひょっとしたら32歳になってるのかな、ぜひ今すぐとは言いません、立候補していただけないでしょうかね、選挙にね。サッシーこと指原莉乃さんのお話についてちょっとしていきたいと思います。僕はね、もうサッシー大好きなんですよね。サシコっていう人もいるかもしれませんが、サシコのくせにとかってね、昔言われていた、まあサシコのくせにっていうのは僕の周りの人だけかもわかりませんが、最初にね見たのが、さんま御殿かな、まだ当時僕もテレビ見てた時代だと思います。明石家さんまさんの番組出られてね、なんか将来不安があるから、こんな AKB で売れるなんてちょっとしか、ちょっとしたことだから、短い期間だから、なんか資格が欲しいとかね、それでどんな資格取んねんって言ったら、危険物取り扱いとかみたいなね、すごいなんていうのかな、発想がちょっと僕と似ててですね、芸能界とかっていうところにいるんですが、すごいサラリーマンみたいな安定志向を持ってるんですよね。なんとまあそこから、そのさんま御殿の出演からこうすごい人気でですね、センターを取ったという、まあそんなこと言われるの分かる、分かっとるわいっていう人いっぱいいると思うんですけど、まあ僕はその、その時にさし子のくせにセンターなんかとか言われたんですけど、僕はもうずっと彼女のことを知ってから好きなんですが、まあ、彼女が今ですね、指ハラスメント、いわゆる、まあ、指原さんもですね、自分の後輩 HKT48、福岡のねそのアイドルグループになって、そこでいっぱい後輩にですねキスしたりとか、まあ、胸を揉んだりとかっていうようなところで、まあ、実際映像が動画も含めてたくさん出てますんで、これに対して、もちろん僕はもうサシ子は悪くないと、サッシーは悪くないとこういう立場でお話しますけども、まあね、それは確かにね、嫌がってる女の子もいます。サッシーからねキスされて、で、まあ、今のその法律の中では、そんな特に13歳の女の子にとか、まあ、この映像がそもそも10年前とかそんなのようなんですが、いやまあ女の子同士は許してほしいなと、これめちゃめちゃ僕の偏見なんですけど、男性が男性にキスしてる映像って相当のマニアじゃないとこう見ててもちょっと気持ち悪いんですけど、まあ、女の子が女の子に、アイドルの女の子がアイドル志望の女の子にキスしたりするのは、どうなんだろうな、まあ、とにかくそのもちろんね、多くの人が指原さんに対して同情してるようなんで、いい風潮だなと思ってますけどね、やる相手の女の子は未成年なのに、まあ、特に13歳とかの女の子に無理やり同意もなく、女の子嫌がってるじゃないかみたいなのもあるんですが、まあそれぐらいはね、もう法律とか関係なく、指原さんのしたことなので許してあげてほしいなと私は思ってます。はい、特に僕ね、サッシーのこと好きだったのが、今から5年前にですね、松本人志さんがなんかね、やったんですよ。その問題発言したら多分指原に対してやったのかな。でそれに対して指原さんがね、ツイッターで松本さんが干されますようにっていうね、もうなんか紙切り返しをしてるんですよね。松本さんが干されますようにびっくりマークびっくりマークびっくりマークと返してるんですね。これへんの返し方はめちゃくちゃうまいなと、
ということでね、指原さんのことについて僕は、指原さんのやったキスであったりとか抱きついたりとか胸を女の子の胸を触ったりっていうのはこれは法律度外視してですね、皆さんそれぐらいは、ね、問題するのやめましょう。でもちろんね、例外的にその女の子がね、やられた側の女の子が本当に嫌で心傷ついてるとかね、そういうことであれば、なかなかまあそれも言えないかもしれないけど、まあ、それに関してはちょっと、まあ、女の子同士は許してあげて、特に女性が女性に対して本気で何か性的欲求を満たすためにっていうよりも、ああこの子可愛いチュみたいな、僕がサスケに対してサスケにチュってするみたいなね。ちなみにサスケって僕の愛犬の男の子のワンちゃんなんですけど、日頃と違っておとなしい立場なんですけども、指原莉乃さん31歳、もうひょっとしたら32歳になってるのかな、ぜひ今すぐとは言いません、立候補していただけないでしょうかね、選挙にね。もうあの私の党でとまでも言いません。サッシーがね選挙に出てくれるといろんな、まあ、世の中の人が注目してくれるんでね、ぜひ選挙にできれば私の党で出ていただきたい、と思いますが、なかなかね指原さんはもう今ビッグスターですから、ある意味松本人志さんよりも稼ぐレベルの、まあ、これからも売れていく人でしょうから、なかなか選挙に出るっていうのは厳しいと思いますけども、それぐらい僕は指原莉乃さん、サッシー、愛情込めてサシコのことが大好きです。皆さんご一緒に。